毎度タカです。今日はですね、堺のザグビル公園に来ました。3年前にですね、劇場公開されました瀬戸内にもロケ地が、堺のザグビル公園にやってたというのがインターネットの情報がありまして、瀬戸内にはミケ・マスオさん、スーダン・マスオさんが出演されてますね。印象的なシーンは石段のところに座っている場所ですね。そこ何の情報もなくバーッと周りを歩き回ってザビリー公園に向かった形です。途中ザビリーの駅が発達しました。そこから映画見て分かったんだけど、川沿いの方で座ってやってたみたいですね。どこかもっと先の方がちょっと分かんないですけど、ここら辺のどこかでやってたんだろうかな。後からちょっと気づいて、後からの映画見て分かりました。で、そこの前はちょっとザビエル公園ですね。結構子供さんわかんない拳とかがありました。ここじゃないんですよね。ここだと思ってたんですけど、ちゃうかったです。でザビエル公園で帰りはちょっと別のところ立ち寄りました。これも今やってる映画のワンシーン出てくる場所なんですけども、別の映画でですね、堺利休シャーですね。近いです。で、帰りは、四国湯から帰りました。おおきにー。